ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がレンジローバーオートバイオグラフィー2019年式28300キロの車両になります。やってきました。はい、もう土方さんと紹介する車でなんかこう普通のって言ったらあれですけどなんかこう特徴のないのがないんですけど。そうですよね、はいはい、で今回またこれすごいの来たじゃないですか。これ、はい、すごいです。これはもう土方さんから電話かかってきましたもんね。はい、すぐ来い、はい、すごい車が入庫したぞ。そうで、まあ、ちょっと後々説明しますけど、なんか僕らが在庫車で撮影カメラでやってるじゃないですか。だからこう分かりづらいかなと思ってちょっと少しでも早く動画でお知らせできればと、ね、はい、はい、ちょっとじゃあ外観からまずお伝えしていきたいと思います。はい、でまずすごいのがこのボディカラー、うん、ボディカラーもうここに全力投球してると言っても過言ではない本当です。こんな色の見たことないですよ僕。そうですよね、うん、これがなんかその SVO のスペシャルビークルオペレーションそうですの、はい、いわばまあ特注カラー的な、はい、特注というかもうスペシャルカラースペシャルカラーですね、はい、ブリティッシュレーシングリーン、イギリス車にしてみれば、まあ、ブリティッシュレーシンググリーンなんでおなじみといえばおなじみじゃないですか。ただレンジローバーに合わせているっていうのと、そのツッチ今言ったように SVO のパレットなんですけど、オプション金額がものすごい。びっくりですよね。はい、3桁万円そういう分かりますよ、はい、なんかあいい色だな、そうですね、はい、これしようかなと思うんですけど、うん、普通は金額見たらやめます、うん、やめますよね。やめます、はいはい、しかもこのグリーン系のオプションが2つあるんですよ。で安い方って言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、一つは60万円台で、もう一つはこの100万円超え、今回はこの100万円超えで60万円でも悩みますけど普通で考えると10万超えちゃうと高いなみたいなイメージもあるじゃないですか、ですね、オプションカラーってさらにその一桁上っていう、はい、ちょっとこの本当に写真だけじゃこれどうしても伝わらないと思うんで、はい、やっぱり動画と、まあ、できれば実写興味ある方は見ていただきたい、はい、見ていただきたいです。とにかくこの深みがすごいですよね。全然違います、このメタリックと、うん、でまたこのレーシンググリーンなのにこの SUV のこのボディになんかこう似合ってるんですよね。なんかあなんていうんですか、こういいですよね。上品さもちゃんとあるんですよ、ね、ちゃんとあります。バッチしてて、はい、で新しい顔なのでこう衣装が変わったじゃないですか、ライト周りのなんかこう精悍な、はい、だからってこう行き過ぎてない感じの。後期でちょっとシュッとしましたよね。そうなんですよ、シュッとライトだったりグリルだったりとか、はい、この辺がすごくバランスがいいですよね。本当にそうきたかって感じなんですけどね、うん、でレンジローバーといえばもう一つポイントになるのが、はい、このオプション、うん、要は同じ車でも結構オプションの選択で、はい、うん、まるでこう違う車に変わっちゃいますよね。めちゃくちゃ豪華な車もあれば、はい、ちょっとこう寂しいなっていうのがあるんで、うん、もうぜひこうちょっと吟味して、はい、もう車購入を検討している方は、うん、もう選んでいただきたい。でそうですね、今回ご紹介するのはまたオプションがすごいんですよね。すごいですね、はい、まあ、塗装に100万円使ってる車ですから、はい、他がこうちょっと残念なわけがないんですけど、そうですね、今回結構充実してるんでその辺もお伝えしたいと思います。はい、うん、でちょっと前に戻っちゃいますけど、フォークなんかもオプションなんですよね。はい、うん、そうです、ここの部分が、はいはい、その辺もついてたりとか、うん、そうですね、細かく細かいですね。でもねオプションがね本当そうなんですよね、うん、本当に言ったらもうポルシェみたいな。あ、そうですね、もう一個ずつオプション組み立てていく感じなんで、うん、はい、だってもう公式のホームページのコンフィギュレーターですらもうとてつもない量じゃないですか。そうなんですよ。それに加えてこうディーラーでもうちょっと細かくいけるわけですよね。そうですね、はい、だから本当にこうよく吟味しないとちょっと内容がだいぶ違うんで。そうですね、そのまま中古車も価格差が出てくるので。ですよね、そう、高い車、まあまあ物が良くて高いのも当然なんですけど、オプションの内容によってももう本当ポルシェと同じ感覚だと思います。だから本当にもう走行距離と金額だけで選んじゃいけない車ですよね。ですね、はい、本当に内容を見ていただきたい、はい、で外観もう一つポイントとしては、うん、このツートンの、はい、これもオプションなんですよね。そうです、このピラーから上が今回ブラックになってる、はい、コントラストルーフですね、はいはい、これもまた似合いますね。似合いますね。なんかこれのせいですかね、このレーシンググリーンが違和感ないの。あ、確かに、ね、屋根まで同色だとちょっと重たい感じするかもしれない。そうですね、もしかすると全体のバランスがいいですね。黒とグリーンとあとはグラファイト系で統一されているので、うん、
そしてまたこのレンジ の迫力ですよ。今回ご紹介するのはこのショートボディなんですけれども、はい、ショートですらなんと長さ5メートル、そうです、はい、幅に至っては1980でしたっけ。そうですね、とてつもないこのボディサイズで、うん、この目を引くボディカラー、はい、いや素晴らしいです。素晴らしいですね。早速横行きましょうか。はい、そして今回の車、うん、さらにちょっと足元のカスタマイズもしてあるということで。そうなんですよ。22インチのアメリカ製単造ホイール、はい、そうです。 AG フォージュですかね、うん、アバンギャルドですね。またこれちょっと当社の方で付けたホイールではないですけど、はい、なんていうかこうあんまりこう冒険しすぎてないというか、うん、カラー的にも多分こう吟味されて選んだのかなという感じはしますね。このサイド このドアのとこのパネルのこのグレーとか。そうなんですよ。このバンパーのグレーとかと合ってますよね。合ってます。だ統一感があるので、あ、なんかあのサイズ感的になんか純正オプションであってもおかしくない。確かに、はい、デザインとカラーリングなのかなっていう。行き過ぎてないのが好感持てる車かなと思います。そうですね、うん、で今回の車は 28,300km ということ で、うん、でうん、ちょっとタイヤの溝なんか、はい、おそらく気になるところだと思うんですけど、うん、6分山ぐらい残ってますかね。残ってますね、はい、なのでまだまだ十分走れるんじゃないかって、はいはい、そして横に行くとこの辺の色も確か選べるんですよね、うん、そう選べます。そうですね、はい、またこの渋い色で決まってますよね。うん、決まってますね。でこの辺と色が合わせたわけですね。あ、そうです。あとこの辺の色とかも、あ、これはルーフと一緒だったのかな、いや違った気がするな、ごめんなさい。でもとにかく本当にこう細かくいろいろできちゃうので、そうそうそうなんですよね、はい、全部把握するのがちょっと難しいぐらい。そうなんですよ、いろいろ違うという、はい、であとちょっと内装でも紹介しますけれども、うん、電動サイドステップもついてるってことで、はい、はい、こんな感じで。そんなにズバ抜けてこう車高高い車ではないですけど、やっぱりこうついてるとありがたいですね。そうですね、はいはい、トランクの荷物の出し入れでもアクセスモードがあったりするので、そんなに苦労することはないと思いますね。やっぱりこういう気遣いこそイギリス車です。いや大事ですね、はい、そして後ろも同じく、はい、AG フォージュの、うん、はい、これ車車高はこれ今下げてある、ね、今そうです、アクセスモードを低い状態にしてあります、はい、特になんかこれローダウンしてとかっていうわけじゃなくて。それはないです、はい、はいはい、そして後ろに回っていくと、うん、テールランプの衣装なんかも後期で、はい、変わってます。ちょっとシュッとしてる感じです、ね、そうですね、すっきりしてますね。であとなんかマフラーカッターが後期だと全部つくという、うん、はい、今までなんかこう特殊なモデル以外は、うん、マフラーレスっぽくこう見えるデザインだったのが、ね、はい、今回からちょっと出て、うん、はい、スポーティーにも、うん、はい、なってますよね、はい、でまた何といってもいいのがこのシルエットですよ。このカクカクっていう変わらない、うん、変わらないですね、うん、これレンジって思ったんですけど、なんかライバルいないですよね。いないですね、うん、なんかもうメルセデス BMW ともう全然違う方向性だし、うん、だある意味なんかこう孤高の存在なんですよ。なんかレンジローバーに近づこうとするメーカーとか車種とかあると思うんですけど、でもやっぱりレンジローバーってこうなんていうんですかね、もうこう一つのなんていうんですか、レンジローバーってカテゴリーになってますよね。本当ですよね。だからそんなイメージがすごくあるので、強いて言えばカリナンとかベンテーガとか、うん、あの辺の高級 SUV がちょっと路線として近いかなと思うんですけど、うん、そうですね、言ってもこうメインはセダンじゃないですか、うん、そうですね、はい、はい、なんですかね。で本当にこれにこのライバルになる車ないなっていう、その辺がやっぱりあれですかね、中古車市場でもこの価格が残ってたりとかってするところにやっぱりつながってくるんですかね。あ、だと思いますよ。レンジローバー選ばれる方ってレンジローバーですよね。変な言い方ですけど、この車種とこの車種といろいろ悩んでますっていうのは方はあまりいらっしゃらないです、うん、いや改めていい車です。はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、もう当然のこの辺のソフトクローズだったりは当たり前ですね。もう全席ついてるという、はい、そして内装はこんな感じで、うん、はい、またおしゃれにまとまってるじゃないですか。いいですよね。内装もすっごいんですよね、はい、選択肢が。そうなんですよ、色の組み合わせとかすごいですね。でドアから行くと、はい、もう当然のこのレザーですよ全部、はい、ここもここも、そしてこのなんていうんですか、こうゼブラ柄というかのウッドと、はい、うん、で後期でこの辺がそうなんです、ね、シートにあったこの調整がドアに移って、はい、ちょっとこの調整もかっこいいっすね。なんかそうなんですよ。そしてまたこのきめ細やかさっすよ、うん、はい、
めちゃめちゃ細かく設定できるじゃないですか、これ。そうなんですよ、細かく設定できるんで、いいですね、はい。そしてまたあのスイッチの質感も、うん、いい、いいですね、はい、はい。パワーウィンドウなんかしっかり操作感はあるんですけど、うん、かなり軽い質感で、はい、質感も上がってますしね、すごくいいです。で、このメリディアンのスピーカー、はい、これが今回、はい、うん、高い方の、高い方のメリディアンがついてるんですよね、はい、シグネチャーですね。これ僕オプションの金額見てびっくりしたんですけど、はい、ジガさん調べました？もちろん73万円じゃないですか。そうです、はい、で、さらに、まあ、今回のはついてないんですけど、それにリアモニターセットすると90万超えになっちゃうんですよ、で今回のはリアモニターが入ってないので、それでも、まあね、70万超えてますけどね、はい。まあ、塗装に100万いくんで、はい、まあ、この辺もまあついてるだろうなっていう、うん、こんなドアで、またドアがでかいっすよね。そうですね、こんな感じの。そして内装いくと、はい、うん、もうなんかうまいこと組み合わさってますね、なんかこのベージュのレザーと、うん、はい、ちょっとこの焦げ茶のレザーと。そうですね、なんかあんまりチグハグ、こんだけ色使うとちょっとチグハグな感じもしちゃうかなと思ったんですけど、はい、うまいことまとまってて、うん、ポイントが抑えられてますね。でシートとかそのカーペットとかはちょっとこう焦げ茶系でまとめて、はい、このパネル類はこのウッドとベージュのレザーで、はい、まあ、要はその体に触れるところがちゃんとこう、そうですね、濃いめのレザーになってるっていう、はい、うん、でハンドルもいい感じですね。いい感じです。全体のバランスはすごく落ち着いてます。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、そして乗るとまずかっこいいのがこのイルミネーション付きのスカーフプレートですよ。はい、オートバイオグラフィー、はい、そして乗り込むともうシートはもう超ラグジュアリーです。超ラグジュアリーですね。最高です。いいですね、はい、ホールドは、うん、ほぼされないです。ほぼされないですね、はい、ただこう沈み込む感じなんで、はい、こうフラフラしちゃうかっていうと全然そんなことはないです。はい、本当にザ高級車のシートですよね。そうです、もう超ゆったりです、はい、大きさも結構ありますよね。あります。座面もこうゆったりしてて本当になんか高級なソファーに座ってるみたいで。あ、本当にそうですね、うん、ソファーですね。ソファーの感じですね。高いソファー、うん、本当です。背もたれも最高です。はい、ヘッドレストもこれがあるんで、うん、かなり柔らかいし。そうですね、はい、ソファーです。そしてステアリングはちょっとこのモダンな感じですけど、はい、この辺が後期になって。そうです、あの、はい、だいぶ変わりました。衣装と操作方法がちょっと、そうです、操作方法というかこう物理キーじゃなくなったっていう。そう、あ、そうですね、はい、感じですね、うん、で上下がウッドで、はい、こっちが焦げ茶のレザーで、はい、でベージュのレザーにこのサテンのシルバー、うん、だからよくこれだけいろんなこうものを使って。黒じゃない？あ、黒ですかこれ、うん、黒黒。あ、これ黒なんすね、うん、あ、そうだ、本当だ。こっちはもうあれじゃん、アーモンドじゃなくてあのあれみたいじゃない、チョコのブラン、そう、チョコレートみたいなね、はい、あ、これ違うんすね、うん、黒なんだよ多分。そうだよね、汚れが目立つやつなんじゃん。あ、そういうことっすね。部屋とかね。はあ、なのにこのまとまり、はい、でパドルもしっかりついてて、さすがでも高級車なんで、うん、あのちょっと小ぶりな、控えめですね、はい、控えめな、うん、でもなんか質感っていうかこの色合い、これいいですね。いいですね、はい、この辺なんかワイパーとかついてて、うん、でメーターがもうフル液晶のタイプの、はい、はい、こんな感じで、はい、いやいいですね。いいですね、かっこいいですね。かっこいいですよね、うん、ちょうど真ん中にレブカウンターと、はい、これ標準も変えられますよね。はい、変えられます。だったり設定だったり全部できちゃうと。そうですね、はい、でこれが押すとこう、この表示も、はいはい、さっきこの矢印こっちが出てたりしたんですけど、はい、十字キーになったりとか、うん、はい、変わったりするんですね、はい、でナビなんかも出せたりとか、うん、ちゃんとなんかハイテクが融合してますね。融合してます。最近223撮影してさせてもらう機会があって。あ、やってましたね、アリーナ店で、はい、そうなんですよ、うん、でも223なんかものすごいなんかこうイルミネーションと、こうナビ画面と操作とっていう、はい、でちょっと改めて思ったのは、はい、ちょっとハイテクと高級の融合ってすっごい難しいなと思って、はい、あんまりこうチカチカこうギラギラしちゃうとちょっとまた高級感と違う路線になっちゃうし、うん、
かといってこうアナログすぎちゃうとこう、うん、デジタル、そうですよね、欲しい人はうんって感じになっちゃうじゃないですか、うんうん、この辺うまくなんか融合してる感じがしますね、うん、でモニターはい、はい、こんな感じで全部タッチですよね、そうです、はい、ナビ関係メディア関係、うん、こんな感じで、はい、こうレンジのナビ僕はあまり使ったことないんですけど、はい、ちょっともしかしたら以前レンジ取った時同じこと言ってるかもしれないですけど、うん、どんな感じですか、使いやすいと思いますこれは、あもう全然もう最新なんで、あのレンジローバー、はい、なんていうんですか、レンジローバーのなんかこう癖とかいいとか悪いとかっていうのはほぼほぼないですよね、なるほど、うん、なんか他のメーカーにも共通してすごく使いやすいじゃないですか、確かに、うん、なんか全然いいと思いますよ、これが僕大好きなんですよ、これすごいですね、はい、全部この辺、うん、はい、今までね全部こう物理キーだったんで、その辺がタッチの液晶になってる、で今回の車なんと、うん、シートヒーター、はい、ベンチレーション、はい、両方装備ということで、そうです、あこれ調整はこっちでやるの、そうです、ああなるほど、うん、ああなるほど、これは使い勝手は今まで通りですよね、はいはい、はい、であと車両なんかもこの辺で、うん、ちょっといじれたり、はい、モード切り替えですね、あモード切り替えですね、そう、もうなんかさすがっすね、ねえ、すごい、最初にこのパネルほらあのベラールなんかで使い始めてて、はい、でいつこうレンジローバーとかレンジスポーツとか採用してくるのかなと、こう待ちに待ったって感じですね、後期で投入されたわけですね、そういよいよ来ましたっていう感じです、そしてこの辺がこれがエンジンかけるとこうニョキニョキって入ってくる、こう好き嫌いが分かれるところの、はい、そうですね、シフトですね、はい、はい、こんな感じで、でこの辺も、うん、はい、あこの辺全部四駆装備ですね、そうです、なるほど、はい、しっかりついてて、今アクセスモードで低い位置になってますね、なるほど、はい、でこの辺がこれなんですか、うん、でオートででこっちのモードですね、ああ、はい、なるほど、うん、こっちはこっちでもこっちでもできるわけですね、そうです、はい、でここがドリンクホルダー、はい、はい、こんな感じになっております、はい、そしてこのアームレスト、アームレストがまず、うん、だって3個ついてますよまあ3個って言えば3個ですね、はい、確かにでかい、はい、じゃあ開けるとこんな感じで、うん、はい、これあれですかね、うん、ちょっと待ってください、あこんな感じで、そうです、深い、深いですね、すごいっすねこれ、そう、えもしかしてちょっと 1.5 のペットボトル入るぐらい楽勝に入っちゃうんじゃないのこれ、そのぐらい深いですよね、いやいや深い深い深い、ほらこんな深い、で USB と、うん、はい、SD カードと、はい、シガーソケットと、はい、もうこの余裕のデカさと豪華さですよ、うん、いいですよね、質感もいい感じです、はい、質感もこれちょっと、はい、高さ調整できる感じですよね、はい、従来通り、そうですね、はい、ちょっとこんなクラシックな雰囲気も残しつつ、ね、はい、はい、そしてこっちグローブボックスが2つあるんでしたっけ、はい、そうです、上と下で、はい、うん、あと下と、はい、はい、だって全部この辺もレザー張りですもんね、はい、そうです、容量もなかなかございます、うん、なかなか使えると思います、そしてペダルなんかはこのステンのやつもなんかオプションだったりするんですよね、うん、そうです、オプションだったりしますね、でかい、うん、いいですね、いいですよ、スポーティーで操作性もいいですしね、うん、でイギリス車気になるところはそのペダルのレイアウトだったりすると思うんですけど、はい、意外にちょっとアクセルが少しこっちかなっていう気がしますけど、うん、そんなに違和感はないですね、うん、違和感ないですよ、はい、あのレンジローバー、そう、はい、レンジローバーのこの車右も左も僕はあんまり違和感を感じた時ないですね、もうブレーキなんてドセンターですもんね、うん、そうです、こんな感じのペダルレイアウトで、はい、そしていいですか、すごいのが、うん、この天井ですよ、あ、来ましたね、この全部この、はい、何ですか、ベージュのアルカンターラ、はい、そうですね、アルカンターラかどうかごめんなさい分かりません、はい、スウェードですね、はいはい、アルカンターラはトーレの、そうです、トーレの登録商標ですね、はいはい、平たく言うとスウェードですね、そうです、はい、人工スウェード、人工スウェード、はい、これだってバイザーもこの2枚ついてて、はい、両方ですよ、両方、このここを、はい、樹脂とかビディールにしないところが嬉しいですよね、もうバイザーについてもう毎回ぐちぐち言う僕がもう間違いなくこれ最高です、最高ですね、いやいやもうだって黒のアルカンで、うん、こう屋根ピラーまではありますよ割と、うんうん、
ただこのベージュっていうのがもうまずすごいし、そうですね、バイザーまでこのアルカンターラ、はい、人工スウェードっていうのすごいですよこれ、うん、そしてミラーはこんな感じで枠のないタイプの、はい、フレームです。はい、お車はドライブレコーダーもついてて、はい、そしてこのサンルーフ、そうです。ちょっと開けてみますか。これどこまで開いちゃうんすか。すごくないですか。ほぼ全部じゃないですか。そうですねほぼ全部、すごっ。はい、これ開放感半端ないですね。で多分あのリアシートの後で通知座ると分かるんですけど、その天張りの色のせいで圧迫感がないんですよ。すごく明るい感じっていうんですかね、明るすぎず、だからそれがねすごく私個人的には好きです、この車。すごいね、超開放感。はい、最高ですよ。最高です、はい、いやレンジローバーいいな、やっぱり絶対いいですよ。で今回のお車はパッケージオプションでパークパック、はい、バックのサポートなんかですよね。そうです、はい、この辺なんかもしっかりついてて、はい、うん、逆に言うとこれつけないと、うん、オートバイを買ってもついてないのがあるってことですよね。その通りです。本当にオプションで選ばないとダメですね。ダメですよ。しっかりついてて、あとドライブバック、はい、安全装備系も今回ついてるんで、はい、まあ、その辺の運転支援も充実してございます、はい、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。後ろが、はい、特に後ろがあれですか、うん、オプションのその選択で、うん、こう充実具合が変わってくる。変わってくきますね、うん、で今回の車後ろがもうすごい、はい、超豪華。超豪華ですね。これどういうことですか。どういうことなんですかねでもやっぱりレンジローバーでだからこそロングボディ、レギュラーボディ関係なくやっぱりリアは後席は豪華にしたいですよね。いや本当っすよね、うん、だってまずこのドア の、はい、このスイッチですよ。フロントと変わんないじゃないですか。変わんないです。もうリクライニングまでこうフルにできちゃうっていう。だからそこだけ見るとね、ちょっと前の車だとロングボディの特別仕様車だったりとかっていう感じしちゃうじゃないですか。ショートですもんね。そうです。ショートでこんな豪華になっちゃうんですか、うん、そうですよ。この辺のスイッチのこの充実具合、はい、すごいですよね。ちょっと本気を出したレンジやばいですね。やばいです、はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。いやだってもうこんなんですよ、もう最高です。最高ですよね、はい、もう45度ぐらいいってるんじゃないかっていうぐらいリクライニングっぷり、うん、そして後ろの開放感半端ないですね。半端ないですね、はい、このサンルーフもそうですけど、うん、このやっぱり内装の明るい色効いてますね。効いてますよ。リアシートだとなおさら分かりますよね。確かに、うん、やっぱりどんな車でもこうスモーク張ってなくても後ろってやや暗めになるじゃないですか。そうですね。ピラーも太いし、うん、後ろがやっぱりどうしても傾斜してたりするんで全然そんなことがない。はい、もう超明るいですね。そしてショートボディですけど全然余裕。はい、そうなんですよ。5メーターだからですか。だと思うんですよね。なんかこう乗り込もうとしてドア開けてみると意外とあれレッグスペース狭いのかなと思うんですけど、座ってみてしまうと全然広いんですよ。これまだまだだって出せますよ。そう、これマックスですよ。はい、あ、もうちょっといく、うん、あ、これマックスっす、うん、もうだって座面全開に出してまだスペースありますよ。でしょ、はい、すごいよね。ちょっとあれですかね、シートのこの位置なんかもちょっと考えて作られてるんですかね、うん、だと思います。なんですかね、あの室内のキャビンスペースが特別大きい感じはしないんですけど乗ってみると広いっていう。広い、うん、であとこっちに関して言えばこれがうわ、はい、なんかあ、助手席の後ろはそうなんですよ、動かせるんですね。そうそう、ロングホイールの車なら分かるんですけど。いや本当っすね、普通のレギュラーボディの車でこれってあんまりないじゃないですか。最高、なんか嬉しくないですか。嬉しいです、うん、超ビップ感ありますよね。ほら見てください、すごこれ。じゃあもう本当に大人4人が超快適に。そうなんですよ。だからこういうのが動画じゃないと伝わらないじゃないですか。だからつっちゃい来いよっつって呼びつけるわけですよ僕は。もうだってこれ寝ていけるじゃないですか後ろ。本当です本当です、はい、もう全開寝ていけますよ、はい、熟睡できますよ。すごいすごいですよね。
そしてこの真ん中のこの物体は、うん、はい、なんとこの電動で。そうなんですよ。すごっ。だ大丈夫ですかこれ、壊れないですかねっていう心配になっちゃうっていうぐらいギミック多いんですよ。貧乏症なんで。そうなんですよ、はい、ドリンクホルダーが、はい、まあ、新車の保証はありますからね。そうですね、はいはい、でもなんかこう使う使わない別としてやっぱりなんかこう豪華な感じがいいですよね。そうですね、はい、これすごい、ね、そしてアームレスト、うん、ちょっと開けた状態の方が、はいか、はい、そしてアームレストの中はちょっと、うん、はい、これなんでこの形になってるんですか。なんでですか。あ、うん、そういうことか、うん、なるほど。この辺が入るようになってて、で、はい、もう一段階、うん、はい、はい、ちょっとこの深めの、うん、深めで、はい、でここにも、あ、しっかりこれ照明とかついてるんですね。ついてますね。で USB, USB が、はい、ついてます。こんな感じになってます、はい、そしてエアコンも当然の4ゾーン。4ゾーンです。当たり前ですね。当たり前です。であとここにオーシガーだったり。そうです、はい、その下なんですか。これあの家庭用電源が取れるんですよ。あ、え、普通にコンセントを使う。そうです、コンセント。すごいですよね。もうじゃあ後ろで超くつろいで携帯充電どころか、はい、はい、任天堂スイッチやりながら。あ、本当ですね。はい、レッコロがって移動できるじゃないですか。本当です、本当です。最高です、快適です。あ、そう、え、これそうなの、後ろの席からこれサンルーフのこのシェードの開け閉めできるんですか。できるんですよ。はあ、はあ、でもアップランプも、どうなってんすかこれ。すごいですよね。いや、ショートボディと思えないですよこの装備でしょ。なんかこう鉱石優先の車両みたいでいいですよね。ドライバーの方もなんていうんですか、豪華ですし、リアシートも豪華だし、なんかもう最上級グレードのなんか特別使用車とかってなんだったら、まあ、分かりますよ、はい、オートバイオじゃないですか、うん、その上にまだ SV オートバイオがあるわけじゃないですか。そうですねの車がこの充実の装備っていうすごいです。組み立て方次第で恐ろしいですね。恐ろしいです。レンジローバー、はい、今回の車最高です。最高です、はい、控えめに言って最高です、うん、すげえ。で後ろまたこのクッションが前より柔らかいですよね。そうなんですよ。それでなんか座った時のこう沈み込みはでもなんかなんていうんですか、他では味わえなくないですか。そうです、ね、なんですかねこれ独特の感じ。これ分かりますこれね。なのにこうちゃんと腰が強い、なんですか、はい、ソファーなんですね。でジャストフィットするようになってるから不思議です。だから柔らかすぎないんだよね、沈み込んだしっかりしてるから。これいいわ。これ寝れるよちゃんと。寝れますね。はい。最高のシーン。最高です。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランクはこの恒例の、はい、こう上と下で開く、ね。そうですね。はい。この優しい開き方ですよ。はい。そして下側はこんな感じで。うん、これトランクのなんかこの何ですか、カーペットのこの高級感もすごいですね。すごいですよね。本当になんかロールスとかこの辺と、はい。なんか遜色ないような、うん、普通にあの室内に敷いてるカーペットよりもさらに高級な感じがします。でこの辺もちゃんと色が合ってて、そうブラウン系ですね、はい、でこのカバーがだってソフトタイプじゃないですもんね。そうハードなんですよ。ガラ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 とかじゃないですか、うん、高級感あります、はい、そしてこの下もちょっとありますか、うん、ちょっとあります。よいしょよいしょ、はい、こんな感じで、うん、すごい、うん、ボディでかいからもうこういう収納系のサイズも充実してます、はい、してます結果的に。でまた今回すごいのが、うん、ここですよ。トランクにこんなにいっぱいスイッチがついてるのあります、はい、なんとこの辺で鉱石の倒したりとかっていうのは全部電動でできちゃ う, っていう、はい、そうですね。なんか電動であの鉱石を動かすものの僕の勝手なイメージってこういう4ドア5ドアの車でもサードシートがついてたりするものってサードシートを起こしたりなんなりっていうのはあったかと思うんですけどね。こういう普通にリアシートを全部電動で倒すってあまりこうなんていうんですか、車としては少ないかなって思います。さすがって感じです、はい、こうスマートですよね、うん、そうです、はい、で当然のこの上げ下げもついてるんで、そうです、
アクセスモードで、今下がる、押してる間下がる、そう下がります、はい、うん、上げ下げもできちゃうという、うん、この気遣いですよね、100点です、そう、はい、で早いじゃないですか、早いです、上がり下がりが、だからそこがいいですね、結構上がりますね、うん、すげー、はい、あ、だいぶ下がりますね、だいぶ下がります、15センチぐらい下がります、これだけ下がれば結構積み下ろしは違うんじゃないですか、うん、電源系も、そう、こちらにも AC 電源、キャンプ行けるじゃないですか、キャンプ行きます、これキャンプ行ったらかっこいいですね、かっこいいです、最高ですよ、あとこちら当たり前、シガーソケット、シガーソケットがついてしっかりついてて、はい、抜かりないっす、うん、こんな感じのトラックになってます、はい、これがほらこれで一番いいじゃないですか、これで締めれば、はい、はい、え？いやいや常識ですよ、車やろえとか言わないでください、上のあれ前紹介したレンジもついてました、もちろんついてます、だから2分割のやつは上を押せばこっち締まります、はい、もう下ガチャってやったら素人ですか、はい、えってなっちゃいますよ、はい、素人ですあ、そうなんですね、はい、まあそうっすよね、なんかほらちょっとあの順番逆になっちゃいますけど、レンジこの色合いが今回いいじゃないですか、なんかシャドーパックなんですよ、あ、そうシャドーパックです、その名の通り、あんまりドイツメーカーでこう聞き慣れないこうパッケージの名前だったんで、はい、あれと思ったんですけど、うん、その名の通りシャドーなんです、シャドーです、ちょっとこう、はい、メッキというかこの辺のパーツがちょっとスモークがかってるという、うん、で僕まああの個人的に好きなのは僕こういうあのレンジローバーでこういうこだわりがね、テールレンズの周りとかこっちは光を抑えてこっちをリングをメッキにしてたりとかっていうのこう芸が細かい、芸が細かいです、だから全体にパッケージで見ると横から見たのと真後ろから見たのってなんかこう雰囲気が変わってきたりとか、すごくデザインが面白いんですよ、細かく見ていくと、確かに、うん、いちいちそういうところって言い方やらしいですけど、こんな細工してたらお金かかるじゃないですか、本当っすね、はい、メーカーとして、でもそういうのをしっかりとやっていくのがレンジなので、さっきも言ってたようにある意味こう孤高の存在になってしまうので、他のメーカーが同じことをやるとしたら多分ものすごいコストだから割に合わないですだと思うんですよね、うん、確かにそう言われたらそうですね、外側ちゃんとメッキで、そうなんですよ、内側メッキで外側曇ってて、そうちょっとサテンっぽいような、だってこのテールランプもこの真ん中とリフレクターとこの外側で違いますから、うん、はい、なんだったらこの内側の この部分また違いますから、そうなんですね、だから なんかそういうのが全部こう集大成でパッと見た時にこう高級感だったりとか他と違うなって見えるんでしょうね、多分人間の目で見ると、そういうのをぜひ見てもらいたいです、現車で、うん、これはもう動画で興味持ってくださった方もしいらっしゃったら、はい、ぜひ実車をちょっと見ていただいて、うん、感じていただきたいですね、いや本当そうです、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、エンジンのスペックの方が V8 5リッタースーパーチャージャーということで、はい、で後期になってちょっとパワーアップしてます、525馬力ですね、はい、なってるんですよね、ちょっとなんかエンジンルームは僕正直言うとちょっとアメ車感を感じました、うん、あ、そうなんですか、こうレイアウトといい、はい、なんかちょっとこのハーネス関係も少しナイスラー系のあれですかね、そうかもしれないですね、技術とあれが入ってるんですかね、うん、はい、ちょっとこうどでかいエンジンルームにこうどでかいエンジン、はい、もうなんか定番の作りですけど、うん、なんか、はい、エンジンルームの奥行き狭く感じますよね、確かにそうですね、こういうプラスチックのあれですかね、もうちょっとこうイメージ的には長くあるのかなと思ってと想像しましたけどね、うん、これスーパーチャージャーどこついてるんですか、スーパーチャージャーこれ外しちゃうんですか、なんかツッチー毎回恒例になってね最近ね2人でね、はい、いや最近の車は全部カバーついてるから分かんないじゃないですか、そうですね、はい、え、これどうなってんすかどれですか、え、ちょっと分かりづらいんですけど、ていうかこれなんすか、これそもそもインマニっすか、インマニだね、はあ、え、じゃあ鋳造のこんなどでかいインマニ使ってんすかこれ、そうじゃない、そうっすよね、うん、じゃあそれに下級してるから、うん、この手前ですか、そうだと思うんだよね、あ、違います違います、ここに真ん中にスーチャー置いてるんだ、え、いる
はい、これがもうそもそもスーチャーっすね。もう V のバンクの真ん中にスーチャーボカーンと置いて、うん、なってます。あー、そういうことだ、はい、本当だ本当だ、いましたいました。あんまりでもボンネットエンジンすげーっていう車ではないですか。ではないですね、はい。あとラインナップ的には、うん、もうちょっと馬力の出てるエンジンと、うん、あとハイブリッドがあるんですかね。ハイブリッド、そうですね、 PHEV がありますね、はい。その辺なんかもだから車組み立てるときに選ぶんですよ。うん、そうです。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、行きましょう。行きましょう。ちょっと今回この室内の素晴らしさを伝えるためにカメラ多めで、カメラ多めでね、はい、お伝えします、はい。あ、もうマジソファーなんですよこれ。本当だよね、はあ、いい感じなんですよ。いい感じなんですよ。走ってどうかだよね、うん、車は。そうですね、はい。ただ取り回しはさすがにこのボンネットボカーンみたいな感じなんで、うん、ちょっと前気を、はい、気使いますね。そう、前気使うね。でもなんか慣れなのかなって今ちょっと狭いとこ通って思いました。うん、車真四角ですからね。そうなんですよ。だからそんな難しくないと思いますね。特にこの前回りに至ってはもうほぼ平らじゃないですか。そうです。バンパーヘッドライト、うん、意外と分かりやすいですよ、感覚つかめれば、はい。このカメラもちょっと土撮って、あ、なるほど、いい感じじゃないですか、はい、フロントカメラこれもあるんで安心です。ギリギリ前つけたりとか、はい、できるわけですね、うん、そうです。いや、もう最高、超ゆったり、はい。そして乗り心地は、うん、意外にっていうか、うん、助手席乗った感じですよ、うん、なんか毎回こう行きますか、うん、毎回言ってるかもしれないですけど、はい、そんなにこうふわふわしてないというか、あの、なんですかね、想像よりはですよね、はい、ちょっと違うかな、なんかこう接地感ある感じの、そう、もっとこの大きい SUV、 特にこうアメ車みたいなのを想像してるとこうずっとこうグワングワンってやってる、ゆっさゆさしてる感じのね、はいはい、あ、そういうのはないですね。ないですね、はい、しっかり接地感あって、あ、このウインカーの音ですよ、はい、最高です。最高ですか。最高です。いいですか、はい。そして今回の車ちょっと車外のマフラーも入ってるということで、適度なこの排気音と、はい、うわー、いや、でもでかい、うん、でかいっすよ。でもなんすかね、この A ピラーとか本当うまいことできてますね。めちゃめちゃ細く見えます。そうなんですよ。だからね、視界を妨げるって感じじゃないんですよね。確かに邪魔にならない。奥深く取ってあるんですね。そうです。うわぁ、あ、なんかパワーありますね、トルクありますね。全然あります。もうよ、全く踏んでないですからね、今。全くってことはないですけどね、はい、全然踏んでないんで、すごく余裕な感じです。わあ、これはいいっすね、うん、これはいいっすね、超高級車。ああー、これ今、はい、この首都高を走ってると、はい、高級車ですね、これ超高級車ですね。全然違う。あ、何ですかこれ。継ぎ目を、音はするけどあんまり感じない。いや、本当っすね、はい、改めて感動してます。いや、足もそうですけど、シートがもしかしたら結構こう ありますね。これなんかでも、あの、前期型が悪いって意味じゃないです、はい、前期型からさらに良くなってる感じがします。なるほど。あからさまにすごく感じますね。本当にこれつなぎ目音しか聞こえないです、ね、はい。あ、じゃあすごいな。
ね、22ですもんね。そうです。何ですかこれ、ちょっと気持ち悪い。何ですかこれ。あ、いい感じですね。目つぶって乗りたくなる感じ。本当だね。本当、はい、本当ですよ。最高です。内装も質感高いっすよね。いやいいですね、質感が。いや、デザイン的にはそんなすごく凝ったデザインしてないっすよ。なんか、はい、もう直線だし。そうだね。こうなんていうんですか、レクサスみたいにゴワーってなったりしてないですけど、はい、うん、この当たり前ですもんね、デザインがね。そうですね、うん、特別動向じゃないですけど、なんかいい感じですね。これちなみに今モードはもう標準の、これはオートですね。オートですね、はい。あとはシフトっすかね。ちょっとここ慣れないと。さっきカメラマンもパーキングに入れたつもりが、はい、バックのままだったなんてなってましたけど、うん、はい、ちょっとここだけは慣れていただく感じで、うん、あとはこの後ろ。いいですね。これファミリーカーだったら最高っすね。いや最高ですよ。海行きたいっす。はい。海とかキャンプ行きたい。行きたいね。行きたい行きたい。超ゆったり。うん。なんだろうな。でもこうハンドル握ってて、はい、ゆったりすぎてこう退屈だっていう感覚がないんですよ。ああ。なんだろう。なんかいい感じなんですよね。ちょっとだけアクセル踏んでみてもいいですか。はい。お願いします。怒涛のトルクですね。前上がる勢いですね。上がりましたね、思いっきり。すごいですね、これ。これでもさすがにスーパーチャージャーだから、はい、こう下からこう来る感じありますね。はい。車は重いなって分かるんですけど、別にだから何っていう感じの力ですね。そうですね。はい。ものともしないですね。はい。はあ。ああ、これはすごいですね。やっぱり相変わらず。いや、これは人気ありますよ。あ、もう当然なんです、当然ですよね。はい。で、僕ちょっとこの、ピラーの反射ちょっとあるのかなと思ったんですけど、全然それもなく、目障りにもならず、すごくいいです。最近の、あれですかね、SUV に、しては、A ピラーが立ち気味だから余計邪魔にならないのかな。確かにそうかもしれないですね。うん、だってこの辺のグリップとかもちゃんとレザー巻いてあるんですよ。不思議だなぁ。これ本当すごい設計だなぁ。これすごいよ。土言ってたけど。いやいや本当にだから助手席で見る。細いの。めっちゃ細く見えます、ね。そう、細いの。で助手席見るとブワーンって太いの。そうなんですよ、この。ね。うん、すごいなぁこれ。あ、これ多分普通に高速乗ってたら何のストレスもないなぁ。そうですね。まさに旅行行きたいですこれ。行きたいです。うん、このまま行っちゃいますか。そうですね。いいなぁ。で、これなんですか。それ山。あ、山に行くモード的なことですか。はい、フロントカメラと。ああ。ああ、なんかすごいな。ロール感ないですね。砂漠のロールスロイスですか。はあ、いや、もっとね、こうコーナーでロール感がすごいのかなと思ったら、そこはイギリス車なんですよ。はい、抜かりないんです、うん、きっと。前期もそうでしたけど、後期でもやっぱり優秀ですね、この辺は。僕はシートヒーターを使ってみたいです、うん、シートヒーターソムリエなんで。あれ、レンジすごくあったかくなるんでしたっけ。早いでしたっけ。なります、早いです。そうですよね。そう、ステアリングヒーターもすごい早いです。メーカーによって違うんですよね。違いますね、温度も。そう、なんていうんですか、熱くなるまでの時間がすごい早いです、うん、あれ、もうあったかいかな、うん、あ、もうあったかいっす、うん、あ、なんかメーカーによって、はい、温まり出すんですけど、温度が上がってくるのに時間かかるところメーカーあったりするじゃないですか。でレンジってその設定した最高の温度までぐーっと上がってきますね。
それが速い。これしかも背中と座面と別々にできるんですか。できます。うん、わ、めっちゃあったかい。これちょっと高級車のレビュー難しいっすね。なんで。いや、ただくつろぐだけになっちゃった。いやー、本当ですよね。はあ、最高ですって終わっちゃいますからね。いや本当ですよ。はあ、でもなんかこう伝えにくいっていうか、あのすいません、私もこううまく伝えることができないんですけど、やっぱりこう味わっていただきたいっていうか、なんていうんですかね、機械的な感じの車の雰囲気ってすごくレンジローバーって感じるんですよ。機械的だなって。でも乗り味が機械的じゃないんですよ。なんて言えばいいんですかね、こういうの。ちょっと難しいんですけど、乗った感じはもう本当にこう静かな足だし、上下動少ないし、なんですけど加速した時に前が上がってみたりとか、ハンドルの動きとかも意外と想像以上にクイックだったりとかするんですけど、なんかこうストレスがないというんですかね、行き過ぎてないっていうか、こう味付けの妙というか、メーカーの考え方がすごくいいというのか、こう一貫してもう SUV しか作ってないからですかね。だと思います。それも絶対あると思いますね。だからレンジスポーツ乗ったら乗ったでまたキャラクター全く違いますからね。ある意味こう X5 だったりカイエンだったりとかっていう風にこう近い作り方っていう風にしてきますから、まあ、レンジローバーってそういうところはしっかりこう分け隔てをしているというか、キャラクターの特性を強く出そうとしてるんだろうなと思います。そこがやっぱり皆さんいいねって言われるところなんでしょうね。うん、やっぱり好きと嫌い、いいと悪いは違うんですよ。違う、そうですね、確かに。コメントでも来てましたけど、はい、あんなに壊れるし乗り心地も悪いゲレンデがなんであんなに人気なのか分かんないって。確かにそうだなと思って。壊れますか。乗る、あ、まあでも古いのなんかそうじゃないですか。 あ、そうか。あとカーウィンドウがどうとかとか、あ、怒っちゃったりとか、はい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 、はい、サンルーフがどうとかとか。あ、確かにね。まあ確かに今時の車に比べたら、うん、ただでも乗るとなんかこうファンになるのなんか分かる気がします。分かりますね。まあ、確かに乗り心地も悪いし、はい、これちょっと本当に SUV 独特のあのフラフラする感じあるし、うんうんうん、特に仙台モデルとか。そうですね、はい、ただやっぱりいいですよ。で他 SUV しか作ってないメーカーってあんまないっすよね。他はそうですね、あんまりないですよね。ないですよね。ないですよね。ありましたっけ。いや、ないですか。思い浮かばないですよね。思い浮かばないですね。まあ、あのジープがありますけど、あ、まあ、そうは言ってもまあまあグループの中でのブランドで SUV だけみたいな感じだから、どうだろう、メーカーとして考えたら多分ないかな。ないですよね。なるほど、うん、やっぱりその辺結構ちょっと車作りに影響してますよね。うんうん、いや、そうでしょうね。だからやっぱりライバルがいないというか、うん、似たものがないというか。そうですね。だってもう今までこう何十年とずっとレンジローバー作られてきて蓄積されたノウハウがあるわけじゃないですか。そのノウハウがないところのメーカーが最新の技術使って同じように作ろうと思っても似たものは作れるかもしれないですけど、やっぱり細かいところは違うでしょうね。もしくはよく言われるのが、最新の技術で作ったところで数十年にわたって蓄積されたノウハウをその1モデルに最新でボンって作ろうとするとコストがかかりすぎちゃう。あ、だから定価がおのずと、定価というか販売価格が異常に高くなってしまったりとかっていうことあるでしょうね。だからやっぱりさっき言ったようにレンジローバーってある意味 SUV の中でここのモデルかなって僕は思ってるんですけど。確かに、うん、いいな、うん、これとなんかスポーツモデル持ってたら最強じゃないですか。いや、もう最強ですよ。最強ですよね。最強ですよ。これとなんかポルシェか、これと BM ちょっとスポーツモデルとか最高ですよ。それかイギリスつながりでマクラーレンですかね、やっぱり。いや、最高といえば最高ですね。はい、あ、もうただ本当にくつろぐ時間ですねこれ、はい、ここのコーナーとかこう、はい、味わってください、はい、あのロール感のないこのでかい SUV なんすかこれ、すごくないですかね。
このだって巨体で普通もちょっとこうなりますよ。なりますよね。ああ、やっぱりエアサスのセッティングとかイン側がこう浮く感覚ないっすね、うん、ないですよね。すごいな。これモードってどんだけ細かくできるんですか。これえオンロードしてください。はい、ちょっと待ってください。こんなに細かくあるんですか。はい、ダイナミック、はい、いわゆるダイナミック、ダイナミックです。スポーツモード的なこと。そうです。で、あとエコ、エコはもうそのまんますよね。はい、ちょっと燃費運転的な、うん、で、これがコンフォート。あ、コンフォートもあるんですか。あります。へえ。で、こっちが草地、砂利、うん、雪プログラム、うん、はあ。じゃあトラクションが逃げちゃった時とか。そうですね。あと車高も高めになってるとか。はい、どうですかね。そうです。ドローは立ち、あ、それがさらに落とすか、うん、そうです。あのトラクションとその結局コンピューター制御で全部、はい、ね、デフの制御とかしてくれるよってことだと思うんですけど。なるほど、うん、で砂地、うん、岩場っすよ。岩場がある車、うん、すごいですよね。はあ、あ、もうこれだとローレンジ、はい、ギア低めにして、はい、でもなんちゃって SUV じゃないんですね。あの、これを見る限り本気なんですよ。本気なんですね。はい、はあ、ただ高級なだけじゃないんですよ。すげえ。でもこれはもうレンジローバーシリーズ一貫してこうですからね。確かに、はい、ちょっと味付けがその違うスポーツがあったり、うん、最近出てこう世間を賑わしてるディフェンダーがあったりとかありますけど、うん、はい、やっぱり一貫してこうオフロードにこう特化した、うん、はあ、いいなね。ちょっと新しめのそのディフェンダーって私細かくそのまだ乗ってないんでわかんないんですけど、やっぱレンジスポーツの SVR とか乗るとすごいですよね。モードの切り替えで車が豹変するんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからレンジローバーってそういうこうキャラクターだったりとか、そのなんていうんですか、はっきりわかるようにしっかりと作ってるっていう、まあ真面目なんですかね。はい、なんとなくお茶を濁す的な、うんうん、おもちゃ的な感覚じゃなく、そのモードによってしっかりとあのこの不整地路面のモードだったりとか、スポーツモードのキャラクターが変わったりとかっていうのをしっかり車種ごとにも考えてるし、その辺はやっぱり真面目なんでしょうね。え、これナビ画面からもシートを畳んだりとかもできるんですか。あ、それはごめんなさい、気がつかなかったです。できるみたいです、はい、シートを折りたたみ、はい、素晴らしいですね。あ、ショーファーモードも、はい、できるんだ。リセットも、はあ、ドライバーも全てできると。すげえ。でしかもだってこれエンジンかけ若干出るんですね、これ。あ、そうです、そうです。モニターが起き上がってくるんですよね、本当にわずかに。うん、もうあえて最初からこの角度でパネルしないんですね、はい、うん、ダッシュの形の、はい、こだわりですね、はい、この気遣いですよ、はい。いいなあ。マッサージもついてるんですか。ついてますよ。マッサージもついてた、当たり前じゃないですか。マッサージちょっとじゃあレビューします。はい、ですね、ちょっと待ってください。はい、あ、割と球は感じないです。あ、そう。はい、真ん中をこう球がこう、うん、でもすごく大きくてソフトな球が、うん、
こう背中をこう押したりグリーンってやったりする感じなんで、うんうん、車によってはこう弾で押されてる感こうめっちゃ分かるやつ、ね、強く出るのありますね、あるじゃないですか、はい、そういう感じじゃないです、すげえソフトです、うん、へえ、ああいいわ、え、強さ的にはいい感じなんですか、いい感じです、これは、あ、本当、もうちょっと強くてもいい気がしますけど、へえ、ただこの椅子のゆったり具合と、うん、はい、背中のゆったり具合がちょうどいいです、うんうん、いやでも本当にマッサージとか、うん、あの今日来る途中、うん、カメラマンもやってましたけど、はい、家にマッサージチェアある人ってそうあんまりいなくないですか、うん、けど車結構ついてますよね、うん、そう考えたら車ってめちゃめちゃ豪華ですね、そうです、確かにそうだなと思って、うん、超高級オーディオがついててマッサージチェアで、うん、そうですね、シートヒーターとベンチレーションですよ、うん、いやでもツッチーもそうですけど僕も自家用車の距離すごく乗るんですけど好きなんで、その空その車の中にいる時間がものすごい長いんで、やっぱり音楽聴くなら少しでも音をよく聞きたいし、確かに、はい、長距離で疲れた時にちょっとストレッチしてほしいなっていう、マッサージと言ったらちょっと言い過ぎですけど、やっぱりこう車の中のマッサージってなんかこうストレッチしてくれるじゃないですか、うん、体を、 あれそうですね、そうだからなんかすごくいいですよ、やっぱりマッサージよりストレッチに近いですね、あ、そういう感じですね、押したりこう、うん、凝りほぐすとかそういうんじゃなくて、あ、じゃないですね、ずっと同じ姿勢の時のこの、そうです、そうです、っていうのをこう、はい、ちょっと促してくれる、そう、だから本当に名古屋まで4時間ぐらい運転してくるじゃないですか、はい、もうなんかあのマッサージ欲しいなと思いますね本当ですか、ああもうめちゃめちゃ欲しいなと思います、うーってなりますよ、やっぱり、うん、特にこう安い車だとこうシートがこう、はい、そうですよね、疲れやすいというかホールドされないんで、はい、でもその土ちょっとどうでした、うん、僕の感想から言うとこのホールド性のないソファー、このシートめっちゃホールド感感じてました、あ、なんかわかります、うん、沈み込むんですよ背中もお尻も、そう、うん、あの高速でフラフラしなかったじゃないですか、多分シートだけじゃないんですかね、足回りとかのいろんな動きの相乗効果なんですか、なんか、あ、別に全然平気じゃんと思っちゃいました、はい、そんな飛ばしてないですけど、確かに普通にこのサイドサポートのこのなさで、はい、この車高でって言ったらもっとこうなります、なるよね、なります、なります、はい、なります、別に確かにそれは全然なかったっす、ね、なかったですよね、はい、うん、なんかやっぱりそういうところも結局それあると疲れちゃうんですよね、そうなんですよ、体支えのに、そうロールのたびにこうってなったりとか、うん、そうで結局一番何が疲れるかっていうとそのふくらはぎのところと太ももの裏と腰ですごい力入っちゃうんで疲れるんですよ、特に助手席の方が疲れます、ね、いや疲れると思います、運転席ってまだこうハンドル握ってるし自分でこう次どういう動きか分かるじゃないですか、構えられるからね、助手席ってもう身を任せてるから、うん、こう来てからこう構えるし、うん、確かに、だから実際に助手席後ろの人を乗ったら多分この車って疲れないんだろうなと思いますね、うん、最高だな、あ、さあ気になる取り回しは、うん、全然回ります、全然楽勝です、ああそうっすね、はい、もっともうグワーッてわーっていうのを想像してたんですけど全然切れます、はい、いけました、はい、あとだからデカさだけですかね、5メーターのこの長さと、そうですね、2メーターの幅と、はい、あとこの車高と、うん、ちょっと駐車環境だけは選んじゃいますけど、はい、それをクリアできたらもう最高の1台ですね、ですね、はい、これはちょっとファミリーカーに欲しいです、うん、これはモテますね、え、モテますね、本当ですか、はあ、もう土方さんこれ以上モテちゃったら困りますよ、いやいやそんなことないです土と違ってモテないんで僕はやってるんですか、本当だ、何このマッサージ、すげえソフトじゃないですか、うん、優しいけどしっかりちゃんと効いてる、そうですよね、不思議な感じ、うわでかい、
でかさ感じるよね。でかい。でも走り始めるとちょっとすると慣れちゃったのかな。なんかそんなにあんまり感じなかったんですけど今。うん。いいですよ。バイパス走って。はい、いいです、いいです。走りましょう。ああ、これは、うん、ちょっとですね、うん。乗る前は僕運転したら、うんうん、ちょっとアメ車みたいな感じなんだろうなと思ってたんですよ。はい。この大きさと、うん、なんかこの何ですか、うん。車の挙動と。うん、全然違います。全然違うでしょ。全然違う。何セットとかちゃんとあるでしょ。ちゃんとしてるでしょ。まずステアリングが、はい、もう何ですか。なんて言えばいいんだろう。うん、高級車なんですよ。そう。フィーリングが、はい、めちゃめちゃこう回した時しっとり滑らか。そう。落ち着いてるよね。そう。こう地に足がついてる感じ。なんですかね。めっちゃ剛性ありますねステアリングの。そうなの。適度な重さと。そう。いいよね。これだから全然違うと思いますよ。なんかエンジンルーム見た時とかハーネスの取り回しとかちょっとアメ車チックなところあるけど、車の動きはもう、いや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 、これ全然アメ車じゃない。全然違うでしょ。いいでしょ。これいいな、うん、特にあの忖度なしで本当にいい車です。確かに、はい、いやこれ全然ペダルもシートもハンドルも全然アメ車じゃないですね、うんうん、違うでしょ。アメ車なんて思ってすいませんって感じです。本当ですよ。失礼ですよ。いやなんかこのサイズ感とこのどでかいミラーと、はい、はい、っぽいなーなんて思っちゃったんですけど、うん、で全然走り始めると楽です。運転しててこれステアリングすげーしっとりしてますねはい、なんだろう、本当にこの路面のこの轍でこう取られる感じとかが、うん、もうすっげーマイルドなんですよ。はい、高級車のそれなんですよ。ですね。これすごいな。だからこういうのが真似するってことは簡単にできないんじゃないですか。あ、確かに、はい、その骨フレームだったりとかサブフレームだったりとか、これすげえ。四駆のデフのつける位置だったりとか、そう細かいいろんなノウハウがあるんじゃないですか。あ、っていうかこれアクセルとかもすげえコンフォート、うん、しかも位置悪くないでしょ。ペダルの位置全然走り出すと、はい、あ、まあそうですね、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 違和感ないでしょ別に。そうですね、うん、いや最初確認した時はもうちょっと右のイメージかなと思ったんですけど、うん、はい、別にこう、まあ、足普通に前に出せばその位置にあります、うん、足元が広いから多分、うん、そう、こっちが広いんですね。うん、まっすぐでいいですよ。もうね、全てが穏やかですアクセルオンもそうだしオフもそうだし、はいはい、こう多少ラフにこうアクセル踏んだりとか離したりしても、うんうん、全部穏やかに受け止めてくれます。そうですね、はい、懐が深いですかね。そうですね、はい、だから本当に最近乗ったあのスポーツモデルと真逆っすよね、うん、最近このレビューしたスポーツモデルってどっちかというとこう路面のインフォメーションこうハンドルに伝わってきて、うん、シートに伝わってきて、うん、アクセルもこう思った通り操作した通りっていう感じですけど、うん、はい、真逆です、うん、もう全てがなんかコンフォートに、はい、ドライバーが多少雑に扱っても、うん、受け止めてくれるんですよ。そうですね、はい、これだからしっかりとちょっと運転不慣れな人が乗って、うん、運転しても助手席全然余裕で寝られます、ね、そんな感じするね。うちのかみさん乗っても、うん、の運転でも僕助手席に寝られますよ。これその奥さんの運転が分かんないけどやばいんです。マジですかまあまあやばいんです、はい、あとはもう一個そのブレーキが、うん、めっちゃ効く。効くね。もうスポーツのレーシングカーみたいにギュッて効くわけじゃないですけど、うん、ちゃんとこの巨体がこう。そうなんですよ。もう自分の思ってたこのブレーキの効きと実際の効きにズレがあるとちょっと怖いなと思わないですか。ないんですよ。ないですね。ないです、うん、その代わり、はい、やっぱり現代的な車スポーツカースポーツセダンと違うのはやっぱりこうフロントのノーズダイブが大きいんですよ。あ、ただそれって怖いんじゃなくて逆に言うと安心感なんですよね。こう効いてるっていうかこう止まろうとしてるっていう動きだから、あのなんていうのかな、乱暴にこう車が動いちゃってるわけじゃないのでぐーっと沈み込んでいく感じ。そうですね。そうだから なんかすごくなんて言うんですか、そう、思ってる感覚に近いっていうんですかね。そうですね、うん、このアクセルオンしてこうフロントが少しこう、うん、です上がる感じとか、うん、ブレーキ踏んでノーズダイブするのも穏やか、うん、はい、
そうですよね。で、分かりやすいじゃないですか。分かりやすい。はい。で、当然スポーツモードを硬い方にし、ダイナミックモードにしていけば足回りもね、変わっていきますし、そういうところでもまた違うんで。ただこう、当然フロントが沈み込んでリアが上がる、こう足回りが吸収してるんで、甘いブレーキだとしても効いてる感は出ますよね。効きますよね、実際に。やっぱり突っ張った足回りってブレーキに負荷かかるから、そう、ツツツツツツって行きたがるじゃないですか。そこがこうアメ車って何でかっていうと、そのフレームの強さだったりとか足の動きとかっていうのがヨーロッパ車と全然違うから、アメ車が悪いっていうことじゃなくて考え方の違いですよね。そうです。 あとはこう作り上げられてきたその風土の違いもあるんで。これそうですね、足回りだ、うん、今思ったっす。そうでしょ、うん、だか確かに足変えるとブレーキの効きすっげえ変わったように感じるんですよね。そうです、そうです。どんな車でも、はい、確かにこうブレーキ踏んでノーズダイブしてもその後車がこう跳ねたりするとこう抜けますからね、うんうん、そうなんですよ。そうするとこうブレーキの効きが均一じゃなく感じたりとか、うん、あ、そうですね、バランス悪くですよね、うん、こう上がった時にこう抜けたりとか。そうです、そうです、うん、そうなんですよ。これ高級車だ、すっげえお手本のような高級車ですね、うん、もしかして土買っちゃう。いや買っちゃいたいですねこれ。ありがとうございます。これで残りますよね、でも。はい。あ、じゃあ、急遽、スッチ車を買うに変更になりますか。アメリカ、これだったら許されるかもしれない。はい、これ右行って、そのまま U ターンしましょう。ただこれ、僕、家に止めらんないですね、これ。なんで？いや、でかすぎて。また。いや、止めらんないですよ。車5台分ぐらい置ける庭付きの家でしょ。実家だったらいけます。実家はもう車何台止められるんだろう。12台ぐらい止められるんで。すごいね、田舎なんで。うん、これはいいな。これ本当にステアリングめっちゃしっとり、うん、全然切れるでしょ。全然余裕ですね。全然切れるんですよ。曲がらない感じはないです、うん、安心ですよ、乗ってて。すっげえ。でもこれだけ幅があって長さがあって、このなんていうんですか、なんていうんだっけ、最小回転半径ですか。最小 回転半径って相当優秀ですよね。僕らがその普段乗ってる車屋さんとして乗ってるから感覚で感じるだけなんですけど、何点何メーターって今そのデータ分かんないけど、でも全然一般的な車ですよね、この切れ角。これはいいな、うん、でもこのでかさで小回り効かないというか、ハンドルの切れ角甘かったらもう最悪だからね。まあ確かに、はい。開放感ですよ、すげえな。もう本当だよ、後ろの席と、うん、最高です。ちょっと本当に4人乗ってみんなでワイワイどっか行きたいです ね。最近ちょっとコロナの影響でそんなこともあんまりできないですけど。そうなんですよね、寂しいね。4人くつろいで、うん、なんかでも、はい、なんていうの、なんていうの、あの、ゆるいじゃなくて、あの、運転してて楽だし、はい、なんかこう窮屈な感じないじゃない。だからって言ってだらけちゃうかったら、そういう感じでもないんだよね。ああ、確かにそうですね。なんですかね、こう不思議な感じですよね。こういうのってやっぱり乗ってもらわないと分かんないんだけど。そうですね。なんか僕多分動画でこう喋ってると。僕のあのいつものワードで不思議な感覚っていつも言ってしまうんですけど。いやでも感じる部分って重要じゃないですか、うん、そうなんですよ。なんですけどね、これってなんか本当感覚なんでうまくこう表現ができなくて本当すいません、見てる方に申し訳ないんですけど。いや、そういうのはプロフェッショナルの方に、うん、そうですね、はい、任せて、はいはい、僕らスーパー素人なんで。そうですね、素人レビューで。
これ純正マフラーだともっと静かなんですか。若干静かですね、うん、で純正もあります。あ、純正もあるんですか。純正もあります。ちょっと僕的にはちょっと純正の方がいいかもしれないです、ね、うん、僕も純正の方がいいかなと思います。ちょっとこの心地いい音が、そうですね、後ろの方にはもしかしたら不快かもしれない。はい、なんかドーンって来ないんだけどゾーって来るでしょ。来ます。怒涛な感じで、しかもドロドロ言わないんですよね。そう、言わないのよ。なんだろうね、こういうのはすごく好感が持てるな。間違いなく車は重いんだけど、そうそう、いや重いなっていう感じじゃないんですよね。これステアリングフィールは本当に感心しました、うん、このしっとりの、なんだろうな。でもね、はい、カリナン乗ると、はい、本当なんかこうもっとこうソフトでもっと軽いんですよね、いろんなタッチが。だから逆に言うと街中で乗ってるといいけど高速はどうなんだろうって思っちゃうし、あ、でこのレンジローバー以上にこう足が動いてる感じがしないから、なんかこう変な形容の仕方ですけど気持ち悪い、車に乗ってるのに乗ってないような感覚っていうのかな、うん、そういうのがあって、僕個人的にはどうもカリナンの乗り味って体に合わないみたいなんですけど、どっちかというと僕はこのレンジローバーのが合いますね、うん、ちょカリナンも乗ってみたいんですよね。乗ってないですか。乗ったことないです、うん、でも意外とあのデカさなのに乗りやすいんですよ、はい、普通に街中乗ってて乗りやすいって言ったら変ですけど、普通に走っててもなんかこう怖い感じはないです。あのデカさなのに、はい、もうだって、ね、戦艦みたいじゃないですか。戦艦だよね、なんか本当だよね。なんか僕首都高で一回見た時になんかこう、はい、マンションが走ってるのかと思って、本当っすよね、後ろから見るとすごいなと思って初めて見た時、デザインと威圧感と家が走ってるみたいでしたよ。本当っすよ、うん、ちょっとベンテーガとカリナはちょっと乗ってみたいんですよね。両方乗ったことないんですよ。あ、乗った乗ったでしょ、はい、ベンテーガ乗ったっす、うん、いや、ベンテーガはでも、はい、こういう感じじゃないですね。違う、全然言い方良くないかもしれないけど、はい、フライングスパーのやっぱり SUV っていう、うん、そういう感じです。します、はい、しますよね、はい、これ当てちゃっていいですか。あ、いいですよ、どっちでも。これ超高級車、うん、レンジこんな感じなんですね。うん、初めて乗りました。あ、本当、はい、だから前回乗ってないですよね。ああ、だから、はい、あの別に飛ばそうと思わないです、うんうん、あ、そうですね、飛ばそうと思わないですよね、うん、逆に普通にこう走ってて後ろから疲れて飛ばせ飛ばせって言われても別にっていう感じ。そうですね、うん、はい、どうぞ行きたければどうぞ行ってくださいよみたいな。確かにそうですね、はい、っていう感じです。穏やかになりますね、人間も。そうですね、はあ、だからツッチーが乗った方がいいよ、僕みたいに少しは穏やかになった方がいいですよ。そうですね、はあ、確かにこれだったらこうせかせかしない、そうドライバーも。そうです、そうです。なんかもうせかせかしないし穏やかになれるし、うん、こう別に他を羨ましいと思わなくなるですね、これね、これなら。だからレンジローバー乗る人ってもしかしたらその乗ってる期間というんですか、長いのかもしれないですね。1台の何年乗り続けるみたいな方がいらっしゃるんで。あとは距離ですよね、距離乗って疲れないから距離がみんな、あ、そうですね、乗っちゃうのかもしれないです、もしかすると。いや、でもこれガンガン乗れますよ。乗れるよね。なんかね、意外とこう2万キロ3万キロ走っててもくたびれてる感が一切ないんで、確かにちゃんとしてんなっていう。いやー、ちょっと今
回ちょっとこれいい経験になりました僕、はい、うん、こういう感じなんですね。こういう感じなんですよ。分かっていただけましたね。で他のレンジローバーを見ると、うん、あ、これついてないんですかって言っちゃうんですね。あ、後ろこういう感じなんですかってそうですね、そうなっちゃいますよね。いやでもせっかくだったらやっぱりその、うん、オプション充実してるのとか、うんうん、まあその価格にもよりますけどね。そうです、あとは必要とするかしないか、うん、そうですね、うん、あの何もついてなくて安くていいからレンジローバー乗りたい、うん、それも全然ありなんで全く問題ないです。装備とその内容価格が見合ってればそうです。だからこそ最初に戻りますけど、うん、その距離と価格だけで、そうなんですよ、そうなんですよ、内容ちゃんと見ないと。その通りです。だから全然この内容でこの金額っていうのももしかしたら、うん、あるかもしれない。はい、逆に逆もまたしかり、逆、そうなんですよ、おっしゃる通り。いやー、これ今回ちょっといい経験になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、土方さんの方からもうちょっと毎回恒例になっちゃってます、はい、毎回恒例になっちゃってますね、在庫車が足りないので買い取り許可中です。皆様お乗りの車ですね、ノーマルカスタマイズ車両限らず買い取り頑張って査定しますので、電話じゃんじゃんください在庫車が足りません。ぜひお問い合わせください。今回ご紹介させていただいたお車の車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。